2010年ストックホルムにて、シモーネ・ニグリ・リューバーとマヤ・アルムは、デンマークのオリエンテリング選手であり、スプリント競技を得意とする。オーフス在住。マヤ・アルムは、ジュニア世界選手権へ2004年に、ポーランドで開催された、ジャワック2004から、2008年に、スウェーデンで開催された、ジャワック2008に至るまで、実に5回も出場している。 初出場の2004年こそ、ミドル競技で30位、ロング競技で79位と苦しんだものの、次第に経験を積む中で2007年のオーストラリアで開催された、ジャワック2007スプリント競技において、銅メダルを獲得した。口述の通り、同年シニア代表にも初選出され、ジュニアの年齢でありながらも、世界選手権へ出場した。 翌2008年はジャワックへ集中するためデンマークのシニア代表を辞退した上で、ジャワック2008に出場、リレー競技でこそ、イダ・ボバック、シーニュ・クリンティングと共に銀メダルを獲得したが、個人種目ではスプリント競技の11位が最高と振るわなかった。非常に優れたスプリンターとして知られ、ウォックにおいて最も金メダルに近い一人としてよく挙げられている。前日の通り、 シニア選手として国際大会に初めて出場したのは2007年ウクライナのキエフで開催されたウォック2007であるリレー競技に出場し8位となっている国際舞台においてブレークスルーを果たしたのは2010年でブルガリアで開催されたヨーロッパ選手権のスプリント競技でヘレナ・ヤンソン、シモーネ・ニグリ・ルーダーに続いて3位となり銅メダルを 獲得すると、同年のワールドカップでも、ニグリ、ヤンソンに続き、総合3位となり、ノルディックオリエンテーリングツアーでも総合4位となった。翌2011年、フランスでのウォック2011スプリント競技でこそ、あと一歩のところでメダルを逃す4位だったが、2012年に、スウェーデンで開催された、イーク2012スプリント競技で、 銀メダルを獲得すると、スイスローザンヌで開催されたウォック2012のスプリント競技でも、ニグリに続いての2位入賞、念願のメダルを獲得した。ありがとうございます。